はい、札幌占い美容室早任せの後藤です。今日は宿毛矯正をしても綺麗に伸びない、ちょっとボワボワしてしまう状態でないでしょうか。通常に宿毛矯正していても仕上がってみたら根元から中間の方がですね、収まりが悪くて、つるっといかないとかですね、結構そういう質問とかがあるんですけれども、これってですね、スライスの厚さもあると思うんですよ。で、あとあのアイロンの温度、それから薬剤のスペックっていうのがまあ関係してくると思うんですが、今回のモデルさんは髪の毛の量が非常に多い方です。で、さらに、髪が非常に細い。で、このモデルさんはネープの一部分、それからもみあげがかからないですよね。一部分なんですけども、薬剤設定を変えたとしてもかからない髪があったりとかしてですね、ちょっと難しいですね。で、あとそぎが入ってたりとかするんで、その部分が伸びが非常に悪いということで、横にですねアイロンを入れていても、ちょっと難しいんですね。で、今これ縦で入れてるの分かると思うんですが、縦で入れるとじゃあどうなるのかなっていう部分なんですけれども、縦で入れることによって横 で熱が入らなかった部分っていうのを、入れることができるんですよね。で、例えばですけども、横スラで、3ミリぐらい の、 スライスですね。で、しっかり熱処理をしていけば、多少綺麗にはなると思うんですけど、やっぱりちょっと、時間もかかりますし、だいたいアイロンで1時間以上かけることはないんですけど、今回の場合はやっぱり1時間ぐらいかかってしまったんですよね。もうちょっと早くアイロンは終わるんですけども、通常でしたら。で、そういう時ですね、ハテを入れてあげることによってスピードが速くなって、さらに仕上がりが綺麗に収まります。一度ちょっとね、やっていただくと分かるんですけれども、縦に入れると、かなり収まりの方が変わってきますね。表面の方だけでもですね、ちょっと試しにやっていただきたいんですけれども、あとこれ早任せでやってる、シェイクアイロンなんですけれども、あれ勝手に僕がやってるというか、これにたどり着いてはいるんですけれども、このちょっと振ることによって髪の毛アイロンの中で毛髪をちょっとずらすんですよ。で、水抜きをするというような、あとですね、水抜きをしながら、実はこれですね、アイロンし終わった毛を空冷するんですよ。空冷ってバイクとかと一緒なんですけども、空気で冷やす、振ることによって、このシェイクアイロンなんですけども、このシェイクすることによって、やり終わった毛がちょっと冷ますんですよね。多分熱いものを食べるときに、鍋食べたりとかするときにふーってこう息かけて冷ましますよね。そういうのと一緒です。要はその空気で冷やすっていうことですね。空冷ですね。はい。これを空冷をしながらやる。そして、アイロン入れてる面のところは毛髪をずらすと。それによって、よりですね、綺麗に。要はアイロンかけて、冷める瞬間に髪の毛形つきますから、要はアイロンかけてる時っていうのは柔らかくしてるわけですよね。柔らかくって言ったら何て言うんでしょうね、ちょっと解釈違うかもしれないんですけど、で、コテとかもそうだと思うんですけど、巻いた後、例えばちょっと伸ばしておくとちょっと伸びたりするじゃないですか。それと同じように
アイロンってあのかけた後冷める瞬間っていうのがこう形つけるときですね。なのでまあそれ同じようにですね、まあ、空冷をこうしながら、やってるんですね。でですね、あのこれ今使ってるのはあのヘナジェルなんですけども、オーガニックなヘナのトリートメントをうちで扱ってるものですね。それを使って乾かすと広がりが抑えれて癖がだんだん取れてきます。でここからカットに入ってきます。